後藤正春は、江戸時代後期の土佐藩士。土佐と藤江文家九代。家禄二百国。通称は、当時、スケーモン。五島正二郎の父。土佐藩士、橋本虎地下の三男として、高知城下に生まれる。母は、後藤義政の妹。文政十二年十二月二十五日、母方のいとこにあたる後藤正隅が、病床にあり、正隅の着死。 後藤正康が創生していたため、正住の養子となることを仰せつけられた。文政13年うるう3月21日、養父、正住の後目本地公200国のうち150国を、下し置かれ、格式大間回りに認じられる。天保5年11月6日、当分、お引け仕方、御用をもって、翌年3月末まで、御家中待ち方の非用人回り番を務め、 天保7年2月9日、五小章に任じられる。天保12年5月4日、右金番を左弁し、大馬周りに任じられる。天保15年12月10日、柄源を差し物役に任じられ、役領百国を下し置かれた。高下4年9月1日、江戸において上お屋敷御用、大向き御用に任じられる。ただしそれまでの柄源を差し物役は両、友高共に差し戻された。 カエ元年7月25日、江戸藩邸にて病死。丸に一つひし後藤家の祖は大食館、藤原鎌足の後裔で、藤原北家都市一流の三正家後藤氏である。後藤家は南北朝時代から戦国時代にかけての200年間、三正家国のサムスン城を居城としたが、天正7年5月に落城した。慶長6年、後藤福本は土佐藩主。 山内和と余が土佐から上落する途中の大阪で、六五百国、五しほロで飯抱えられた。ありがとうございます。